久保さん。あの、さっきですね、あの、レビューしてたんですけど、僕のコンサルセンが今日ね、電子書籍を出版することになりまして、ちょっとレビューしてくれませんかって来たんでしたいんですけど、それから YouTube の教科書ですね。YouTube の教科書。中高年専用の。でね、チャンネル登録者数3000人超えてるんですよ。いつの間にか <laughs>。僕びっくりして、まあ、その過程で報告なかったんで、 一年ぶりぐらいになんか連絡来たんですよね。そしたら、あの、なんか収益ができてて3000人いるっていうね。<laughs> そう。で、その、なんだろうな、あの、僕がアド、その時にアドバイス、まだ多分ね、そのコンサルしてた時はね、まだね、チャンネル登録1000いってないはずなんですよ。で、で、その時にまあ、いろいろ動画撮ってて、まあ、1個当たったんですよ。で、1個当たったから、これめっちゃいいじゃないですか、みたいな。これで攻めていきましょうと。 これでね、これで攻めていきましょう、つってね、言ったんですけど、で、その攻めてったのをずっとやってくれてて、嬉しかったですね。で、結果的にもう3000人いるっていうね。だから要は、その成功法則、そのうまくいった人っていうのは多分ね、その人しか、あの、発信できなかった。当時ね、今わかんないですけど、当時、多分その、情報が出てきた時に、 誰も発信してる人が、僕もリサーチしてみたんですけど、やっぱね、海外の人しか発信してる人いなくて、日本人で発信してる人いなかったんですよ。あ、だからこれ狙い目じゃないっつって。で、あのー、お話ししてたんですけど、まあ、で、今回メッセージいただいた中にも、吉谷さんがこれ攻めろって言われたんで、それをまあやってました、つってあ。やっぱ続けてましたよね。でね、久保さんも知ってると思いますけど、 あの、関さんね。関さんまだやってんのかな関さん。関さんやってんのかなあ、やってるあ、4900人いますね、今。あ、1週間前には動画アップロードしてますね。うん。そう。ビットコインね <laughs>。これね、関さん。あのね。 あのああじゃあ久保さん関さんにもうこれ僕ライブやってた時に関さんに質問もらったんですよで吉田さん僕が今から YouTube でその再生数上げるためにはどうすればいいですかねってライブ中に質問が来たんでいや関さんは日経225でもうプロなんだからあの今ねビットコイン来てるからもうビ日経225の,そのまあ投資のね考え方はあるわけだと。 いやこの投資ができる人の考え方でビットコインを考察しろと。で、それで攻めれば、まあ、いけるはずですよっていうアドバイスをライブ中にしたんですよ。で、そっから関さんがずっとビットコインのね、発信をしてて。で、今確認したら、いまだビットコインですね。<laughs> ビットコインですね。<laughs> ビットコインめちゃめちゃ攻めてますね。で、これ結局4000人ぐらい行ったか。そう。 最近は顔出ししてないですね。うん。そう。多分関さんね、あれじゃないですか。久保さんのあの100万のやつ入ったじゃないかなとは思うんですけどね。うん。あ、これ昔の動画消してますね。うん。だからまあ、顔出しせず今、画面キャプチャーでやってますね。うん。か確かね、僕がもう2、3年前ですかね、聞いたとき、この、 1>, えー、1万円の塾ですかねこれが500人以上いるとか言ってたような気がするんで今もしかしたら1000人ぐらいい,いてるかもしれないですねだからまあ月500万ぐらい達成しましたみたいなことを報告もらったんですけどうんそうだから結局そのうんほんと一点張りというかまあうまくいったことを突き詰めるっていうことが大事なことかなっていう であと、素直にやってみるってことですよね。うん。まあ、だから、関さんも今、僕、チャンネル見たんですけど、うん。ずっとビットコインですからね。<laughs> だこれもなんで、じゃあ、ビットコインにずっとやってんのかっていうと、まあ、僕がアドバイスしたときに、素直にやってみて、ちょっとやってみて、ずっとやってみて、再生数が上がってきて、ああ、みたいな。で、それで、攻め続けられたっていうのもあると思います。うん。だから、その攻め続けられた理由って、結局、自分がやって、 自分のデータが出て、あ、本当にいけるんだ。じゃあ、これちょっと攻めてみよう。あ、またいけた。またいけた。みたいな。やっぱこれいけるな。みたいな話ですよ。うん。なんか、やっぱね、自分の中にしか成功法則はないのかな。っていう。じゃあ、その、で、それは、うん、それを作る上で大事なことっていうのが、まあ、とりあえず、とりあえず素直にやってみるってことじゃないですかね。まとめると。とりあえず素直にやってみるっていう。これ以外ないですよ。うん、これ以外。 でとりあえず素直にやってみてそこからの自分のデータからこう分析して改善していくっていうとりあえず素直にやってみるとでも多くの人ってなんかやらないことをやらない理由をなんか作って言うんでやらない理由を作って言いますできあの稼げない人は結果出ない人はとにかくとにかくやらない理由を作って言うんですよでも別に言ってもいいそ言うのは自由だけども言っても何も変わんないよって話なんでうんつべこべ言わず素直にやとりあえずやってみるってことですね いってらっしゃい